ここを本当はマスコミが批判しなければならない。体育の日といえば、昭和39年に開催された東京五輪の開会式、この日を記念して祝日になりました。ところがいつの間にやらハッピーマンデー、祝日というのはメモリアルデー、その日の出来事を国民の記憶に留め国民で祝う祝日なんですけどね、ただの連休を作る口実になってしまっております。そして2020年に東京五輪が再び開催されます。この時体育の日はどこに行っちゃうのかなと、どうでもいい心配をする今日この頃でございます。さて、東京五輪といえば今話題になっているのがブラックボランティア。ブラックボランティア、酷暑が予想される真夏に無給で、いやほぼほぼ無給で働かされるというボランティア、この条件がなかなか過酷で、一体どれだけ集まるのかなと。大会期間中10日間やらなきゃいけなくって、1日8時間以上とか、まるで繁忙期の宅配便とか引っ越し屋のアルバイト条件みたいな。かつて年末の宅配便や春の引っ越しシーズンの引っ越し屋って何日以上働かなければいけないとかっていう条件があったんですよ。なんでかっていうと、その分時給を高くしてできるだけ多くのスタッフを確保したかったからなんです。1日だけ来ていいとこ取りのつまみ食いをされたくないんで、何日間は必ず来てねという条件が提示されていました。ところが今回の東京五輪のボランティア、必ずしもボランティアというのは無償である必要はないんですが、今回の東京五輪のボランティアは無償、かつ出勤日数を決められて出社時間も決められる、そして報酬はゼロと。一方で募集要件には東京五輪を成功させたい人、熱意のある人なんて書かれているんで、もうこれやりがい詐欺。これ経済評論家の常念司さんが勝手にやっている朝日新聞縮小団、朝日新聞縮小団は一切の報酬はないけどノルマがあって、やる気を頼りに朝日新聞を叩き潰すというやる気だけを頼りに、朝日新聞の購読者を一人でも一部でも減らすための活動をしているという、自称圧力団体が、あるというかないというか。で、今回の東京五輪のボランティアもやってることは全く同じで、東京五輪を成功させた日、やる気、元気、いわきみたいな世界で、東京五輪成功させたいんでしょ、成功させたいんでしょ、だからさ、ゼロでやってよっていう話。そんな状態だから募集も実に雑、活動内容は10個に分かれているのですが、その中での希望人数のばらつきが激しい。例えば競技をサポートするボランティア、競技の物品の設置とか、選手のサポートとか、そういうもののボランティアについての人数の目安は1万5000人から1万7000人、誤差大体1割前後なんで、これは普通の求人募集でもあり得ること。ところが案内という会場内での大会関係者の案内をする、チケットのさばきをする、これのボランティアの募集が1万6000人から2万5000人、1万人も差が開いてるんですね。他にも移動サポートといって、選手や関係者を車を運転してこう移動をお手伝いする、このボランティアも1万人から1万4000人、 1.5 倍のズレがある。アテンドという外国人をサポートするボランティア、これも8000人から1万2000人、見事に 1.5 倍。普通に考えて100人で賄える仕事を150人やったら会社は潰れるんですよ。あるいは150人必要な仕事に100人しか来なかったら、これまた会社は回っていかないわけですね。この募集から見えてくることは、とにかくタダだから集められるだけ集めちゃおうぜという傲慢さ。普通のビジネスで考えれば、最小の費用で最大の効果を目指すためにどれぐらいの人員が必要かというのの目算は綿密に立てるもの。もちろん突然病気になっちゃったり来なくなっちゃったりっていうリスクから、ある程度の余裕を持つということも必要です。必要ですが、それが8000人が1万2000人とか、1万6000人が2万5000人とか、 1.5 倍とかなんてありえない。もちろん国家の威信をかけた東京五輪なんでね、成功してほしいと思います。しかし
オリンピックっていうのは4000億が動くとか言われているビッグビジネス。かつての昭和39年の東京五輪は10月10日の開催、比較的過ごしやすく運動もしやすい秋の開催だったんですね。で、この昭和39年の招致レポートでも真夏にやるなんてナッシング、ありえないという結論のもとに10月になっていた。ところが今回は真夏の開催、それは放映権を一番買ってくれるアメリカのテレビ局に配慮してのことというのは、これはもう周知の事実です。平昌五輪でもアメリカで人気の競技はアメリカのゴールデンタイム、アメリカの視聴者が一番見てくれる時間帯に競技時間が変更されるわけですよ。で、この是非というのはあります。選手ファーストならば選手が最もパフォーマンスを発揮できる時間に競技をすべき。一方でどんな競技もこれがかかりますし、競技が多くの人の目に留まり、それによって選手のセカンドキャリア、あるいはスポンサーがつくとかっていうことを考えたら、やはりお金のあるところで露出するというのも選手ファーストではある、まあ、そういった理由からアメリカファーストを一概に否定はできないのですが、それだけ有り余るマネーがあるのならば、なぜボランティアだけやりがい詐欺的なブラックボランティアになるのか、ここを本当はマスコミが批判しなければならない。でもマスコミというのは、まあ、テレビにせよ新聞にせよ広告代理店絡みで、この五輪マネーと非常に親しい、直結しているので、正面切った批判ができない。同じ穴のムジナちゃんたちです。まあ、そういった現実から、東京五輪のボランティアというのはもう学生さんしかできないだろうと言われています。これをブラックボランティアならぬ学徒動員、精神論で乗り切ろうとしております。さすがに報酬ゼロは厳しいなということで、ボランティアスタッフには1日1000円の交通費相当なるものが出るそうなんですが、宿泊費は出ない、地方からの交通費も出ないので、まあ会場周辺の大学生とかそんなものに限られるんですかね。でもまだ東京都はやってないことがあるんですよ。東京都の持っている交通機関、まあ、都営地下鉄であり都バスであり日暮里舎人ライナーとかね、結構あるんですよ。まあ、英断と協力するというのもあります。この東京都絡みの公共交通機関を期間中無制限で利用できるパスを提供するとか、あるいは都立の公園や都が保有している施設の入場券を提供するなど、まだまだ東京都自身が会計上の収支ではなく未然に起きる方法というのはある。ところが今の段階で頼っているのはやる気元気ボランティア。本当に2020年の東京五輪に対する東京都の取り組みに呆れることしきりなのですが、かつての昭和39年の東京五輪の時、当時の都民はどうだったのか。まあ、もちろん当時からメガシティの東京はみんなが同じ方向を向いていたわけではありません。私の義理の父親は東京五輪の開催日、とあるスーパーの面接を受け、それがきっかけで後に八百屋になります。面接を終えて見上げた空にブルーインパルスが五輪の輪を描いていたそうです。ある一人の都民にとっては、東京五輪の開幕日とは新しい仕事の始まりの日でもあった。もちろん無償のボランティアではなく、額に汗してお給金をいただく仕事です。アスリートが己に挑戦するように、名もなき都民も国民も皆必死になって働いていた、そんな名もなき都民の一人が今の東京都の発展を支えている。昭和の東京五輪とはそんな時代であったと、しみじみ振り返る今日この頃、今日この体育の日でございました。ご視聴いただきありがとうございます。またの機会もお付き合いいただければ幸いです。今回もワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。安倍晋三完全勝利席というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃って、バカがいる。
病気だってあなたに会えたから。